よう。はい、どうも。それでは続きやっていきましょう。前回の続きですね。今回肉抜きをちょっと中の方をしときました。で、肉抜きをしたんですけど、前回よりもちょっと肉の量、ここの面が薄いっていうのは、ここに合わせてるんですね。この厚さに合わせてることで。で、これで合わせてつけるっていう形になります。そしたら、ここの長さが揃うんで、なんでそこ揃うかについては、ちょっとこれからやる、これから今後、まあ分かってくると思うんですが、とりあえずまず今回、今日は何するかと、まず前回と同じように、穴を開けていきます。で、前回と同じようにこうやって取り付けて、で、そこに合わせの穴を、位置合わせの穴をつけていくという形ですね。それをちょっとやっていきたいと思います。まずはですね。ということで、今回も両面テープじゃないよ、マスキングテープが大活躍と。で、この辺かな。今回はね、ここの面が揃えてあるんで、そんなに難しくはないんですが、だいたい位置を合わせて、ざっくりと貼っていくと。この辺かな。ああ、ずれてるね。この辺だね。うん。左右合わせんといかんからね。これが意外と難しかったりするわけですよ。今片方貼ったでしょ。片方貼ったらそれ引っ張られるから。ここで、ここに合わせて。あ、こっちちょっと引っ張られてるな。この辺でここを真ん中からまず貼るべきやったな。で、両サイドをここだね。同じように、感じかな。こんな感じだね。よし。はい。つけました。だいたいこれでいいかな。はい。で、これで、ここですね。にドリルを当てていくということになります。大体出たかな。左右が甘いか、こんなもんか。で、ドリル。前回そのままほったらかしておいた 7mm、7.5 のドリルです。7.5 か、7.5 のドリルですね。これを、開けていきましょう。これがね、外れた位置に来るとなかなか悲しいかな状態になるんで、はい、入ったね。よし。で、こっち側もここかな。今回は4箇所です。で、真ん中は通しません。それには理由がありましてですね。よいしょ。よいしょ。で、この辺ですね。いや、もうちょっと奥だな。
これが見極めが難しい。どの辺に打てばいいかっていうね。しすぎてもいかんしね。よっ、よし、開けました。ここで4箇所ね。1,2,3,4、4箇所で針を一応刺しておきましょう。インセクトピンの6は死が有頭昆虫針ってやつですね。一本。あれ刺さない、ね、あ、刺さってるね。1取れない。まあここから出て雑談ですけど、指のね、まあ、見ていただければ分かると思うんですけど、指がものすごい荒れちゃってね。これ荒れる原因は分かってるんです。仕事で革手袋使ってるから。革手袋を使ってるからね、手の油分から水分から全部持っていかれてね、もう今、火暮らしてますよ。これね、今、病院通ってるんですよ、皮膚科にね。もう元々皮膚科の病院に通ってたんですけど、そこの皮膚科でずっとそのままの流れで、皮膚科通ってた時、最初は別の理由で皮膚科に通ってたんですけど、その皮膚科に通って、そっちが弱なってきたなって頃にこっちが出てきてね。で、これがまた痛いの。皮膚乾燥してるでしょ？今の時期特に。だからね、痛くてね、これがね、乾燥してんのが。あれ？入んねえ。あれ？穴通ってるよね。あ、通ってる。はい、通りましたね。ね、4本通ってます。で、位置関係も特に問題なさそうだから、ちょっとこれテープ剥がそうか。そうだから皮膚科通ってるんだけど、これが痛くてね。よいしょ、こんな感じになりますね。大丈夫そうだね。ちょっと腎ずれするのは、あとはくっつけるときに調整すればいいかっていう形ですね。はい、こんな感じで穴位置関係を合わせていきましたと。で、針は一旦回収と。そう、この指がね、痛いのよ。特にこういうところはね、今日ここ削ってもらったんですけど、ここがね、ものすごい割れてくるの。この指と爪の境界線のところが、であんまりにも痛いから、先生痛いで割れて痛いんですって言ったら、ここガーッと削ってくれてね、今ここピカピカしてるでしょ、削ってくれてね。削る道具があまりにも良いんで、その道具買おうと思って今もアマゾンで探しました。皮膚用のピーラー的なやつを。ピーラーなんですね、やっぱり。これ、皮をめく、削るもんだから。これもピーラーなんですね。野菜の皮を削るのはピーラーなんですけど、あれも、これもピーラーなんですね。この手の皮膚を削るのもピーラーなんだ。あ、ピーラーなんだと思って調べたら、ピーラーで出てきましたと。はい。で、ここまで来ましたね。で、これは、まあ、このまま作っていくんですが、今日は何をするかと、この部分、ここからね、ここに排気管が来るんですけど、この間の部分、これを、落とします。ここを一直線にします。で、それをするのに、こいつを使うかなというね、筋彫り用のガイドテープ、ね、これを使って、これ、配給パーツさんから出てるやつですね。筋彫りガイドテープ。
スクリービングガイドテープ、スジゴリポリ用ガイドテープってやつですね。これを、使って、ここに、ね、目測で剥がすと、線引くわけにはいかないんで、かといって線、刺しが当たるかっていうと刺し当たんないんで、なんだい、湾曲してるから。ちなみにこれ、地味に鍵針なんですけど、便利なんです、こういうことするのに。特に今、指痛いからね、こういうことするのには非常に便利で、役立ってます。ね、今まで使ってなかったのが分かるでしょ、筋彫りテープ。よいしょ。でこいつを、使ってないからね、湾曲しちゃって、ここからか。よいしょ。その前にだこれライン引いとかないといかんの、忘れてた。ここの間にね、1、2、3、4、5かな、5mm、ここが34mm だね。ということは34÷2で17、17mm のラインを引くと。差しどこ行った？差しどこ行った？あった。ここで、よいしょ。17で、ここで見えるかな、見えんな、難しいねこれ、ライン引くの。17になってる？これがね、なかなか難しいんですわ。17だね。分かりにくいけど、で17の半分 8.5、 まあ何をしたいかっていうのは、まあなんとなく分かっていただけるかと思うけど、ディフューザーですからね、この辺だな。これ 18.5？ めっちゃちっちゃい。 8.5 だから、このもっとこっちだ。ここだ。
よいしょ。ラインは引けたかな。まあやりたいことはなんとなくわかると思います。要はディフーザーの縦のラインを入れたいというだけの話です。でここに線を引いたんですが、ここ切るっつってましたね。切るのが、切ってもここはこれは再利用するんで、だからこれに貼ったんですね。よいしょ。よいしょ。硬いね、これ。よいしょ。硬い線だ。だから筋彫り用なんだよね。よいしょ。よっ。結構分厚くて固めのテープですね。で、このラインに合わせて貼るとね、OK。あ、違った。切る方向間違えたな。ここ当たった、当たった。ここをね、折り返しとかないとね、次使えなくなっちゃう。ね。で、こいつは終盤置いてと。で、ここのラインで、筋彫りを入れていきます。で、まずはカッターナイフだね。カッターナイフの刃が先っちょがないから、もうこれ刃変えないかな。あとこんだけだもんね、ちょっとしかない。でこれに合わせて線を引く。大丈夫ね。これに沿って、あー便利だね、やっぱりこれだけ硬いテープだと間違いなく滑らないから。よいしょ。で、筋彫りにああ便利ですね、この筋彫りテープ。まあここは筋彫りと同じようにね、力を入れずに、である程度あれが出たから、うん、線入ってますね、線入ってますね。でこれで切っていくと。これをね、ガン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 削っていけばね、多分そのうち削れて切れると思うんですよ。この筋彫りテープは便利ですね。あのちょっとね、修正が必要になっているようになった時に、こういうガイドのあるテープがあったら非常に便利だと思います。よっ、はっ、はっ、切れるかな。ちょっと時間かかるかな。
と厚みがあるからね、これ。もうここまで来たらあれはないから、滑るってことはないから、あとはとにかく削っていくしかないんかな。よいしょ、これ切るまでやりたいね。ちょっとごめんね、ちょっと時間かかるから、ちょっといつもより長くなってしまうかもしれないですけど、折れた。はい、折れました。はい、こんな感じです。ね。切りました。で、ここはちょっと後で、こういう風に再利用はしますんで、ね。という感じで、今日は、これを切った。ね、いう感じでございます。穴開けて、切ったということでございます。うん、割と思ってたように順調に進んでるな。はい、という形でございました。はい、では今日はこの辺で、まだこの続きはまだ続きますんで、ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。